はい、作るカフェチャンネルへようこそ。ということで、今回はウォーハンマー 40K インペリウムアセットから出ている週刊のウォーハンマーですね。はい、こちらの、いつものものと違ってですね、番外編となってます。はい、今回紹介するのはこちらですね。はい、ウォーハンマー 40K インペリウム用の、バインダーが発売されましたということで、こちらの方を紹介していきたいと思います。今までね、アセットで届いていた方はですね、こんな感じでね、バインダーを通すための穴が開いている書籍だったと思います。はい、で一応ですね、このバインダー少し特殊になってまして、普通のバインダーと違って留め金が場所が違うんですよというご紹介をメーカーさんからされてるんですけども、実はですね、閉じる穴が違うというだけじゃなくてですね、こちらのバインダーを買うことによって、今まで集めていたウォーハンマー 40K インペリウムの謎をね、紐解く鍵みたいなのが入っていたりとかします。はい。まあ、謎の核心に迫るというよりは、まあ、こちらでね、整理して読みやすいように、カスタムしていくことができますよといったものになってますので、早速ね、中を見ながら紹介していきたいと思います。はい、こちらもうね、シュリンク外した状態になってるんですけども、はい、よいしょ。はい、2冊組になってます。はい、並べるとこんな感じですね。第9版が発売された時の、デザインを活かしてバインダーとしていますといったものになってます。ではね、1つ目からちょっと開けていこうと思います。はい、こんな感じでね、何度か見せた銀河の地図が書かれています。で、ポイントはここですね。ファイリングシステムっていうところがあります。はい。で、ではですね、こちらのファイリングシステムっていうのは何ぞやっていうことなんですけども、今まで集めてた書籍ですね。はい、こちらになりますね。はい、ここの右上にこういうのもあるのを皆さん気づいてましたでしょうか。はい。A、プレイする01みたいな感じで書いてるんですけども、ここを、このファイルの下ですね。はい、遊ぶというところがあるんですけども、ここに沿ってまとめていきましょうというものになっているようです。はい、ではですね、これに沿って、じゃあファイリングして、見ましょうかといったところですね。はい、あと、こちら、こちらも入ってました。インデックスですね。はい、目次になるものが入ってますので、これをね、使いながら入れていけば、間違いないように、閉じることができるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、遊ぶのファイリングシステムというところですね。はい、一番下になるところから入れていきたいと思います。ここにたくさんね、特殊地形とか、ネクロンとか、いっぱい書いてるんですけども、今までたくさん来たやつはどれっていうところなんですけども、こちらですね。はい。一番上のところのこのサイコロのマーク。見えますかね？サイコロのマーク。見えましたね。はい。このサイコロのマークが、このチュートリアルを表していますよ、ということになります。はい。こんだけたくさんのセクションがあるんですけども、現在11号かな？ 11 号まで来てるんですけども、11号すべてまだチュートリアルになります。はい。なので、そのチュートリアルを今まで手に入れたね、号数ごとに揃えて、02、03とこう、話数が進んでいくことに、閉じれるので、この形で閉じていけばいいと思います。はい、第11号ですね。11号までをここに一旦閉じて、こちらを表紙として入れておきます。はい。で、次ですね。まあ、作るとペイントですね。はい。How to build と How to paint が、迷子続いてたと思うので、こちらを閉じましょうといったことですね。まあ、人によってはね、これで順番変えてもいいのかなと思いますので、読みやすい順番にね、やってみたらいいかなと思います。はい。では、こちらが、How to build と How to paint ですね。迷子続いていた、説明書になります。はい。いろんな手順が載ってますので、たまにどうだっけなと思って見返すときに、いいかなと思います。はい。それでは次がですね、
こちらですね、読むといったところで、いろんな設定とかがね、書かれているものになっています。ストーリーであったりとか、設定資料集でのようなところがですね、ありますので、それをまとめて、こちらをファイリングしていきましょうといった形になります。で、こちらもですね、同じように A の01って書いてるんですけども、他にも A の01があって、このマークですね、このマークに合わせて A の01といった風に入れた方が良さそうです。で、先ほどのマーク、ドクロにアキラですね、総統和紙が書かれたものが、これ41千年記。この、ウォーハンマー 40K の世界観ですね、全体を書いたもの。で、スペースマリンがあって、下の方に行くとネクロンがいると。はい。いった形になります。この後ですね、スペースマリンとネクロンの間にですね、帝国技術局であったりとか、アテプタソロリタスなどが加えられていきます。なので、この順番にですね、まずやってみようかと思います。ネクロンですね。まずネクロンからやっていきますけども、このマークですね。ネクロンのマーク。見にくかったこちらですね。ネクロンのマークで、この赤い帯ですね。で、A があって、C があって、っていう形に現在なっていると思います。で、C もですね、軍勢とネクロンというふうに分かれていると思うので、まずね、軍勢を入れてからネクロンを入れればいいかなと思います。はい。で、次、スペースマリンですね。はい。スペースマリンを入れていきたいと思います。はい。こちらもですね、まず軍勢ですね。スペースマリンの軍勢から始まって、スペースマリン。違う。軍勢っていうのがあって、スペースマリンがあって、チャプターですね。はい。この順番で入れていこうかなと思います。はい。で、最後に、一番上ですね。41千年期ということで、この世界観全体ですね。はい。全体の、ストーリーとか、設定なんかが書かれているものを集めていきましょう。といったところですね。こちらも A と B とかあるので、A から入れて B を入れていく。みたいな感じにします。はい。で、最後ですね。こちら、集めるですね。集めるって書いてるんですけども、ユニットの紹介ですね。それぞれのユニットの紹介が書かれたものを、綴っていきましょうといったものになってます。はい。ですね。はい。では、下をネクロにして、上を、スペースマリンにしていけばいいのかなと思います。はい。ではですね、現在、11号まで出てる状態でですね、はい、閉じましたらこんな感じですね。はい。今ここまで集まっています。はい。皆さんのところにもですね、これだけの量が今集まってるのかなというふうには思うんですけども、こちらの1冊でですね、だいたい15冊分収まるというふうな話で、で、現在ね、届いてるやつで11号まで11冊分ですね。はい。この1冊で15冊分、収まるという設計になっているようです。なのでですね、はい、こちら、裏向けると、こう、ネクロンですね。はい。で、表向けると、こう。ということで、この2冊あれば30号まで収まりますよという形になります。販売している形がですね、2冊で1セット。2冊で1セットですね。という形で、販売されてて、1セット990円。という形になります。まあ、ご覧になっていただいたらわかると思うんですけども、まあ、これだけだとね、すぐに埋まっちゃうので、集めるだけの本であったりとか、読むだけの本であったりとか、というふうにバインダーに集めてですね、読み物にしていくということも可能になっていきます。作るカフェストアのですね、楽天市場店の方では、こちらの方商品取り扱ってはいるんですけども、売り切れの方が続出しております。で、欲しいなっていう時はですね、パソコンとスマホのブラウザーの方からですね、見てる方は、再入荷通知を受け取るといったボタンがありますので、そちらの方を押してですね、再入荷されたら通知が来ると
といったものになりますので、押したからといって買わなきゃいけないということはありませんので、ぜひですね、欲しいときは押していただいて、入ったんだなといったときにですね、欲しいときは買っていただくといった形で、で、スマホのアプリの方はですね、再入荷メールを受け取るといったものがありますので、そちらの方をね、押しといていただければですね、再入荷した時には必ず通知が、メールや通知の方が行くようになっています。再入荷のですね、数の参考にもさせていただいてますので、遠慮なく押していただければと思います。ということでですね、まぁ、今回ですね、ウォーハンマー 40K インペリウムのバインダーの紹介ですね。はい。バインダー一つで何分かけてるんだっていった紹介になっているんですけども、まぁ、アセットね、私初めてやったんですけども、非常に面白いシステムになっていますので、これをね、集めていく楽しさというのも出てきたのかなと思います。読み物の方もすごくボリュームが大きくなっていくかと思いますので、こういったね、見方をしながらやっていくのもいいかなと思います。最後まで買うよっていう方はですね、3パック買ってですね、まず場所を確保するといった方もいるようで、複数個、お買い上げいただく方もいるようです。まあ、デザインの方がね、また変わるかもしれないのでですね、慌てず、発売されるたんびに買ってみるのもいいかなと思いますので、はい、焦らずにね、ご購入いただければと思います。ということで、今回は作るカフェのジュンがですね、アセットから出ているウォーハンマー 40K インペリウムのバインダーの紹介をさせていただきました。それではまた次回の商品のね、ご紹介なども見ていただければと思います。それではまた見てください。バイバイ。